は、お前はいつ結婚するの？こうした会話が最もストレスでしょう。韓国メディアチャンネル A によると、隣国中国も同じなのに、中国では小言を聞かない方法を発見した。偽の恋人を求めるサービスが人気というのです。証明写真とともに身長と体重、学歴などの個人情報がぎっちりと書かれたプロフィールが列をなす、自分をまるで商品のように出した掲示物、中国最大の祝日である春節を迎え運営中の、偽の恋人レンタルサイトだ。春節期間、故郷を訪れる未婚男女の間では、親の結婚イライラに対する負担感を避けようと、偽の恋人を借りる場合が大幅に増えた。偽の恋人を借りる価格は1日最低20万ウォン、約2万円。交通費や外食費などは別途支給しなければならないが、事前の予約をしなければならないほど人気である。利用者、お金は高い方だが小言を聞くことよりは良いですから。相手の両親との友好的な応対可能、性的接触は辞退するなど契約条件も具体的です。要件を満たしている場合は契約書に署名し、レンタル恋人であるという事実がバレないようにお互いに相手を把握して話を合わせます。偽恋人代行、私の両親には27歳だと言ってください。あなたの両親に私の肌が良いと自慢しても構いません。恋人レンタルにとどまらず、最初から偽の結婚式写真まで作ってくれるサービスまで登場している。しかし恋人レンタルサービスが鵜後のタケノコのようにできて、性売買疑惑などの副作用も続出している。法律か、セクハラ是非に巻き込まれる可能性があるので、自分の安全を守るために注意する必要があります。急速な産業化の中で、恋人までお金で解決しようとする中国の新しい風俗図が苦い後味を残している。恋人も偽物、すごい中国である。多分すぐにコメントも偽物で埋められるようだ。ごめん、それは韓国が先にしてしまった。恋人代行は韓国がはるかに先を行っている。中国の未来はすでにヘル、ヘルチャイナをどのように作り出したいか、すぐにヘルチョン国と呼ぶように。需要があるので供給があります。女性も小言を聞くことは同じなのに、友達同士で助け合えばお金をなぜ使う？そこまでしてくれるほどの友人なら、通常両親も名前くらいは知っているだろう、笑い。韓国にも結婚式の祝賀客代行がいるな。中国といえば無条件に叩く根性。恋人代行しているゲイに会え。恋人まで偽物。偽大統領よりは、ふふふ。今日も年頃になったのに結婚しないと言って嫌味を言われました。できないということですというのもちょっとあれで、笑い。あそこもここも祝日ストレスは全く同じだな。偽物の国は何をしても偽物だっけ。これが可能であるか。結婚式の友人や顔合わせの席は日帰りだから可能だが、特に中国の祝日は長くて数日とどまることになるのに、別に用意された部屋で一緒に眠ることもあるので、未婚男女が不幸な目に遭うのであって、成功せずに可能であるのか。お金によって違うだろう。私たちがいつガールフレンドと付き合えないで病気になったか。 WHO では障害なんです、笑い。ところで、常に異性を渇望して望んでいる男である。酒の席でも皆男たちが女を探し、周りで合コンちょっとして欲しいという奴らも皆男。男は頭の中に女、セックス、この二つがすごく大きな割合を占めているのか。ふふふ。キスから成功まで追加料金でオプション追加可能です、笑い。編集所感。中国や韓国にも結婚圧力のようなものがあるようだが、日本もそれは同様だ。おそらく地方に行けばそれは大きいだろう。それでも全体的に見れば数十年前と比べれば大きく減っただろう。周辺が早く結婚すれば、その両親はその地方で多大な圧力を受ける。お宅の息子さん、娘さんはまだなの？それがそのまま子供に向かったりすることもあるだろう。また、自分たちの結婚年齢が若かった時と比較して、それよりも年を取ったのに恋人の一人もいないと勝手に焦るのだ。日本は半ば男女を付き合わせて結婚させるお見合いシステムも徐々に崩壊に向かっていて、そういった周囲のご利用しよりも自由恋愛が進んでいる。それと女性の社会進出もあって晩婚化が進んでいる。
そうなると恋愛や結婚以外に仕事の中に目標や達成感が生まれるので自然と結婚を急がなくなり、結婚をしなくなる。中国や韓国も似たようなものだが、結婚圧力だけは依然として残っているようだ。そのうち薄まってはいくだろうが、そうした圧力があるためこうしたビジネスへの需要があり供給がある。ただそれだけのことだ。友人に頼んで偽恋人を装ってほしいという要望があれば、それはすなわちビジネスに結びつくというわけだ。コメントにもあったが日本でもこうしたビジネスはある。特に結婚式の人数合わせが主流のようだが、当然恋人やら元夫やら何でもある。中でも中国では特にこのビジネスが活発だと主張するのが今回の記事である。このビジネスの問題は嘘を助長するものであるということだ。まあ嘘をついてでも、お金を払ってでも結婚圧力を避けたいということなのだろうが、あたかもそれが当然の権利だと考えるようになると、社会システムにも影響を与えるだろう。人間が見栄を張りたいというところや社会からの奇妙な視線を交わしたいということで、需要も様々あるということだ。身内に白心の嘘をついてまで結婚圧力から逃れたいのだろうが、一度の嘘で一度交わしたところでどうするのだろうか、あまりに浅はかである。記事では中国のこうしたビジネスを問題視したいようだが、需要量に違いがあれど、韓国とてそう変わらないというのが現実であるようだ。あれこれ言ったところでどうしようもないわけで、それよりも国内で公然と行われている買収のどうにかすればと言いたいところだ。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。